よし。どうしたの？やったね。よろしくね、キリト。返品しようと思って。他のも確認しないとね。こっちのフリルがついてるのもいいよね。一緒に飲むから。うん、じゃあすぐに入れてくるね。お湯お湯。キリト、覚えてないの？
横になってたから、お風呂借りるねって言ったら、いいよって言ったじゃん。私がお茶を入れてきて、その後お風呂に入って、そんな大した時間じゃないよ。ううん、大丈夫だよ。はい、お茶。意外に美味しかったよ。キリト、すっごく疲れてたみたいだね。ぐーぐーいびきがすごかったよ。いっぱい付き合ってもらっちゃったもんね。ごめんね、キリト。あ、それじゃあ早速買ってきた下着をつけてみよっと。キリト、似合ってるか見てね。キリト君、いる？アスナ、あれ、部屋間違えちゃったかな。やっぱりキリト君の部屋だよね。キリト、アスナが用事みたい。キリト君、これってどういうことなの。楽しかったよ。一緒に下着屋さんに行ったの。下着？
ト君。あの時のキリト、すごかったよ。すごかった？何がすごかったの？信じてるもん。それとストレアさんって本当にはちゃめちゃだね。え？私？なんかうまく言えないけど、面白くって予想のつかない人で、私ストレアさんのこと大好きみたい。私もアスナのこと大好きだよ。それからキリトもみんなも。ねえ、晩ご飯誘いに来たんだけど、ストレアさんも一緒にどう？にごちそうになっちゃおう。よーし、メニューにあるもの全部食べられるか挑戦しようっと。キリト君、ごちそうになります。
ちょっといいか？